Hi everyone! How is it going? It's me, Takeharu. Please call me Tyler. So today's practice is number 140. 40. かな多分それぐらいです。Maybe. So, I try output of phrase of English. Let's get started. これさえも楽しい文法なのか。とりあえず継ぎはぎでね。まあ、フレーズのアウトプットの、英語のフレーズをアウトプットの練習でやってみますと。ということで、続けてやってきてます。で、今日のフレーズは、まあ、フレーズというかもう、まあ、フレーズって言っても結局、まあ、なんていうのかな、特殊な、直訳だとおかしくなってしまうような、まあ、ものもあれば、まあ、そのまんまじゃんっていうのもありますので、まあ、そこはご容赦ください。これ使うだろうなっていうのを、こう、かいつまんで、ぽいぽい、アウトプット。咀嚼してやっていきます。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、まあ、これよくありますよね。友達同士とか。で、まあ、どうなの？聞かれて。まあ、マイナスにはなるんですけどね。はい。はい、行きまーす。I wouldn't recommend it to anyone. I wouldn't recommend it to anyone. という感じですね。はい。I wouldn't recommend it toit to anyone っていう感じです。はい、あんまりいい表現、あんまりいい表現ではないけど。まあ、よく使うような感じですね。I wouldn't recommend it to anyone. で、この anyone っていうのは、誰もとか誰にもっていう意味になりますね。to anyone. まあ、誰にもおすすめ、それはおすすめできないよ。ということですね。I wouldn't. まあ、未来のこと、未来のこと、まあ、これは未来のことではないですね。まあ、自分が使ったことがあるということで、まあ、wouldn't になってるんでしょうけれども I wouldn't recommend it to anyone なので、まあ、ここが例えば具体的な、まあ、なんていうんですかね、もうそれになってるんで、多分その、まあ、例えばこの本であったりとか、DVD であったりとか CD であったりとか、いろんなものですね、自分が経験したことがある、まあ、読んだことがある、聞いたことがある、見たことがある、まあ、ビデオとか CD とかいろんなものですね、経験したことがあるもので、その前に話題が出てるんで、もう、it ですね。まあ、それっていうことも、例えば、まあ、なんか何でもいいです。CD でもそうだし、ブックでも何でもいいんですけども、前に話題が出てたもので、それっていうことになりますね。で、これが例えば同じ種類の違うものとかになると、one っていう表現になりますんで、注意が必要っていうか、まあ、これこのまま覚えてたら、例えば、その前に出てきたものを、もう代名詞でそのまま使うんだったら、it でね、全然問題ないと。だから、例えば、これと違って別の種類のものをちょうだい。種類のものっていうか、まあ、いくつか、10種類、20種類ぐらい同じカテゴリーのものがあって、これは良くないから、じゃあ別のものをちょうだいってなったら、one の表現になります。まあ、それは注意が必要ですね。あと、to anyone。これは、誰にもっていうことなんで、まあ、to you でもいいですね。あなたにはおすすめしない。他の人はいいかもしれないけど、あなたにはおすすめしない。うん、まあ、僕は良かったけど、あなたにはあんまり合わないかもね、とかっていう時には、I wouldn't recommend it to you。I wouldn't recommend it to you っていう感じになります。で、あと、発音に関しては、もう、まあ、なんていうんですかね。I wouldn't recommend it。まあ、recommended it to まあ、ここと、ここですね。もう、これがなんかもう、全部一緒になって、recommended it to anyone.recommended it to anyone っていう感じになりますね。I wouldn't recommend it to anyone.I wouldn't recommend it to anyone.recommended it to anyone っていう感じですね。recommended to
まあ、でここで言うになったらリコメンテゲッチュリコメンテゲッチュなんでしょうね。はい、な感じで、まあまあ、あのドゥリコメンテドゥドゥデデデトゥリコメンテリコメンテディトゥエニワンっていう感じですねになりますんで、まあ、まあ、ここ発音的に言うともここだけじゃないですね、繋がって聞こえるっていうのは。 I wouldn't recommend it to anyone. I wouldn't recommend it to anyone. Recommended it to anyone. I wouldn't recommend it to anyone. という感じですね。という感じですね。はい。I wouldn't recommend it to anyone. I wouldn't recommend it to anyone. という形になりますので、覚えておいてもらえればと思います。まあ、変えるとすれば、ここはわざわざね、まあ、it なんで、いきなり出てきた場合に、具体的に何々っていう場合だったら、まあ、その、固有名詞っていうんですかね。固有名詞じゃないか。こういうのは。当てはめてもいいと思いますけども、まあ、話の流れでもう出てるんだったら、it という代名詞になりますね。to anyone, to you でもいいです。あなたにはお勧めしないと。という感じですね。はい。今回はこんな感じになります。はい。ツッコミコメント、いいなコメントありましたら、ぜひお願いいたします。あとは、グッドボタンですね。チャンネル登録もお待ちしております。Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye!